第25回上海国際映画祭が6月9日から18日まで開催されました。開幕式では映画界を代表するチェン・カイコー、チョウ・ユンファ、ミシェル・ヨーが登壇し、映画祭との縁起を語りました。上海創造了这个电影节，电影节也见证这座全球的超级城市的发展和变化。我在2012年得到这个舞台给我的支持鼓励，我得奖了。往后十年我来了很多次，天南地北电影人回到这里就好像回家一样。我真的非常高兴可以回来上海跟你们见面。今回の国際映画祭は市内41の映画館で450本以上の国際映画が上映されました。期間中日本映画ウィークも開かれ、えりすぐりの日本映画6本が初上映されました。このうち人気俳優の神木隆之介さんが主演のコメディ時代劇大名倒産、恋愛感情を抱かない女性にフォーカスしたそばかす、サラリーマンたちの残業生活を描いたコメディ映画このタイムループ上司に気づかせないと終わらないなど、ユニークな作品が上演されました。